はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダージオの時間拳銃デラックス時間ギレードです。はい、こちらですね、先日発売された仮面ライダージオの武器だね。うん、じゃあ早速開けて遊んでいく前に黄金の五秒間今日もやりたいなと思いますね。はい、もしこの間にチャンネル登録や、もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、くれたかな。はい、それとこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いね。はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、ということでこちらが時間ギレードですね。うん、なかなかかっこいい。そうだね、ユニークな剣だね。ここに剣剣って思いっきり、まあ、これはね、すでに劇中で登場してるからね。うん、はい、で、ここは単4電池2本入ってますね。うん、電源オンにしましょう。はい、時間ギレード。 音大きい。あー、ナイス。うん、じゃあトリガー引いてみようか。うん、あ、大きい。うん、音大きいな。これが通常攻撃だね。うん、でスペシャル攻撃ってのがあって、これがこの技ボタンを押すんだって。うん、タイマーみたいだね。タイムチェンジ5 4 3 2 1。あー、ゼロまで言うんじゃないの。あー、ゼロまで言うんだね。そう、ゼロまで言う。やっぱこれでいいんだ。うん、さっきのは途中で止めたから、うん、中途半端な攻撃だったんだね。あ、ギリギリギリ。そしてこの部分にライドウォッチをセットすることで必殺技だね。うん、やってみようか。はい、よいしょ。はい。お。お。じゃあ行くよ。うん。おー、なんかかっこいいね。うん、こっちからジオってなって、この剣からなったね。そうだね。だからこれ、ライドウォッチの種類によって音が違うってことだね。うん、例えばビールではビールだった。はい、じゃあライドウォッチ外してみましょう。うん、外すには、このスライドを上にやって、外れた。OK。で、続いて銃モードでね。うん、銃モードは、この剣の裏側に、この大きめのボタンがあるので、これを押しながらくるっと回転するだけ。おぉ、銃って言った。銃。じゃあこれ、あ、言うのね。おぉ、いいじゃん。拳銃これ、しかもかっこよくない。あ、ここに剣の先っちょが出てて尖ってて、すごくこの銃かっこいいと思う。うん、じゃあこの状態でトリガー引いてみましょう。はい、あー、そうだね。うん、じゃあ次、技ボタンでスペシャル攻撃。タイムチェンジ5 4 3 2 1。タイムスレスレ打ち。スレスレ打ちなんだ。なんか連射したよ。そうだね。タタ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 タ。じゃあ今度はライドウォッチセットして必殺技。はい、ビルドのドリルクラッシャーと比べているとこんな感じだね。うん、ドリルクラッシャーの方が若干こう分厚いのかな。そうだね、まあ、剣の部分がね、うん、ドリルだから分厚いね。そう、うん、まあ、こっちも長いね。長い。あ、本当だ、若干長いね。うん、で銃モードにするとこんな感じ。うん、ドリルクラッシャーの方が銃にした時でかいね。うん、ちょっと大きい。まあドリルがでかいからっていうのもあるんだけど、ね、そうだね。うん、こうやって見ると全然ジオの武器の方がかっこいいよ。うん、あのユニークだけどね、ここにこれ思いっきり書いてあるけどさ。ジュー、うん、じゃあパパはドリルクラッシャー、僕は時間ギレード。対決だ。どうだ、ドリルが回転するんだ、こっちは。うわー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 。ちょっと待って、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 銃にするには時間がかかる。こっちも銃だ。うらうらうら。
タイム。さらば、必殺技を奏でるしかないな。この辺りにあるゴールドラビットブルボトルだ。剣で、ライドウォッチ。はい、ということで今回は仮面ライダージオの時間拳銃デラックス時間キレードでした。拳銃はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気になるボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それでは今回のおすすめ動画いつものところに見てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中先からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。